近藤達夫6月13日令和3年8月は日本の言語学者大阪外国語大学名誉教授滋賀県犬上郡多賀町出身1959年滋賀県立彦根東高等学校から大阪外国語大学に進学し1966年に外国語学部英語学科を卒業した京都大学大学院文学 研究科言語学専攻に進み、1968年に修士課程を修了、学位を取得。1974年に博士課程の単位を取得し満期退学する。1974年神戸市外、国語大学外国語学部講師。1975年、神戸市外国語大学外国語学部助教授。同時に、神戸市外国語大学大学院外。 国語研究科において、授業、研究指導にあたる。1987年を大阪外国語、大学外国語学部助教授に転任、大学院研究科修士課程でも、言語学特殊研究 I、2お及び音声学特殊研究の授業、研究指導を担当。1989年、大阪外国語大学教授に承認し、外国語学部で、言語学、 言語学演習、音声学、1993年から、記述言語学、形態、統語論、統語、意味論、言語学演習、音声学の授業、研究指導を担当した。この間、1969年から1971年まで、外務大臣の移植により、マラヤ大学文学部日本研究講座客員講師を務めた。 1983年から1996年まで一職により、東京外国語大学アジアアフリカ言語文化、研究所共同研究員。1997年を大阪外国語、大学大学院博士課程設置に伴い、大学院教授となり、前期課程で、国際言語社会研究に、国際言語社会演習1、後期課程で、 言語社会特別演習パーチを担当。2007年大阪外国語大学を定年体感し、同大学就寝名誉教授となった。研究は、統語論、音韻論、機械翻訳など言語学の広い分野にわたる。統語論の分野では、著書、外国語としての日本語において日本語の全体構造を、ついで論文、英語構造分析のための前提において、 英語の構造の骨格に関わる問題を言語学的視点から再検討。そこで得られた知見をもとに一連の論文、言語における統合構造の分析その1その後において日本語、英語に共通な統合構造の分析法を確立。統合構造を単純構造と複合構造に分け、単純構造から複合構造へ、 複合構造から単純構造へという回帰現象が言語の統合構造生成において重要な意味を持つことを指摘。こうした分析法が他の言語にも普遍的に妥当することを立証している。変形生成文法の主要類型である引き上げを論文 on the so called raising in Japanese and English 論文日英語の受動文、私益文 何易分についていわゆる引き上げの一般化において独自の立場で定式化。さらに、論文、英語の能動文と受動文の構造と意味、及び論文、書くとは何か。光は、東方よりの文法において、社格や名詞の書くに関して新説を提唱し、文の統合構造の分析を一段と進化させている。論の分野では、論文、 言語における音韻構造の観察1、2において、日本語と英語の支音体系がほぼそのままで並行していることを観察。さらに、スペイン語、ロシア語、中国語の音韻構造も観察し、先に明らかにした日、英語の間の音韻体系の普遍性を追求している。著書、英語の母音において、英語の母音音奏ごと定め、それらと Y、W、 R の連続により二重母音が成立するという見解を提示、さらに無強制音節の母音の弱化や母音交代の様式を記述している。その他、論文、日、英語の動詞の類型と文の種類では、動詞の類型と節のタイプを網羅的に体系化。論文、言語の文系の列挙と機械翻訳、および協調、ランゲージアーティフィシャルインテリジェンスでは、 そうした文系をいくつかの言語に対して列挙し、コンピューターに記憶させれば、言語の機械翻訳が可能であるという見解を理論化している。こうした言語学における最前線での研究と並行して、海外の著名な言語学の専門書の翻訳、日本語とアルタイ書語日本語の系統を探る、言語と言語学及び啓蒙的な概説書、言語学を学ぶ人のために、 言語学溶接上下、言語学の潮流などの共同執筆を通じて、言語学学習者に対して貢献している。また、大阪外国語大学共同研究プロジェクト、報告書、我が国における外国語研究、教育の指摘考察上下において、我が国の大学における語学の位置づけ及び、全国の全大学全学部へのアンケートによる実態分析を担当するなどしている。 ありがとうございます。